オフは自分の思うような練習がなかなかできずに治療に当てた時間が長かったんですけど、自分のメンタル面とか気持ち面ではすごい前向きで、先週はお休みさせていただいちゃったんですけど、いい心意気で挑戦できてるかなというふうに思ってます。自分はショットが好きなので、アイアンショットとか、やっぱりロングも狙っていくとか、やっぱり刻むっていう選択肢はなかなかなかったですし、でもやっぱりこう自分の体が伴ってこないと、そういう攻めるプレーもできなくなって、やっぱりショットゲームっていうのがどれだけ大事かっていうのを思い知ったので、そこをしっかりと埋めてというか、時間を使ってっていう感じで調整してきました。どうなるか分かんないですけど、勝つぞっていう気持ちで戦いたいなと思ってます。